主は涙を拭ってくださる。もはや死も悲しみも叫びも痛みもない。あなた方への計画があると主は言われた。災いではなく希望と繁栄を与える計画、そして未来を。まあそれが良きものかどうかは一目見ればわかる。皆が噂しているぞ。お前はこのバレエに訪れた初めての善だ。ちょっといい？落ちたらどうする？いけると思ったんだけどね。ほら、ありがとう。あんただったのね。ごめんなさい、気づかなくて。いろいろやってるのね。引っ越しも手伝ってくれたりする？エデンズゲートに取られたと思っていたよ。隠しておいた酒がなかったらフェアグレイブはおしまいだった。父のおかげよ。この街はいろいろあった。感謝しているが。仲間を探してるんでしょ。でも本当のとこ、困ってる人はあなただけじゃない。私たちにできることは限られてる。お前が手を貸してくれるなら相応の礼をする。どうかな？あとはメアリーに聞け。私は大概教会にいる。じゃあ。どうかした？見事な働きだろう。お疲れ。こちらがお世話もっと強く押し返してくる。ジョンは飛行機で空からお前を見つけようとし、武装車両で行く手を妨害してくるだろう。気をつけろ。それかホープカウンティの生き残りと共に飢え死にだ。奴らは全て…いいところに来てくれた。力を合わせて頑張らなきゃ。ちょっと深呼吸しなさい。さあ。お前の相棒は済んだ目をしているな。そんな風に街にやってくるなんていい度胸ね。大抵の人は一目見ただけでエデンズゲートを避ける。そういう人は散々な目に遭わなくて済む。私の父も最初に立ち上がった一人だった。ペギーが厄介事を起こすたびに大きなトラックに乗り込んでは奴らを街から追い払ってくれた。父はあのトラックを愛してた。ウィドウメーカーって呼んでた。でも父が死ぬ一週間前、トラックは奴らに盗まれたの。ねえ、本気でカルトと戦う気はある？ウィドウメーカーを取り返してほしいのよ。やられっぱなしじゃないってことをカルトに教えてやりたい。この辺りの住人も勇気づけられるしね。トラックは東にある穀物庫で厳重に保管されてる。この仕事はあんたにぴったりだと思うの。食料と祝い事が資金に影響する大事なものだ。ケイシーのとんでも話については話半分で聞くことにしてる。彼、人生で選ぶってことをしないそうよ。魂が道を示すんだって。で、その魂の導きでトレーラーを捨ててうちのキッチンを占領したってことみたい。母が死んで数日後の話よ。今思うとタイミングは良かったのかも。一人で店を回すのは大変だったし。彼らは目と口元で語る。英雄、こっちだ。お願いできるか？まあそういうこともあるのかもね。自分でレベルを作れるのか。ありがとな。ちょっと聞いてくれるか？この町に何が必要か分かるか？弾だ。本当のことだ。フォールズエンドの黄岩祭りは何十年も続く古い伝統だ。テスティフェスティは地域が一丸となって楽しめる貴重な祭りだ。カウボーイキャビアをドカ食いできる。みんなの士気を高めないといけない。ロッキーマウンテンオイスターを食べて笑顔にならないやつなんていないはずだ。
ただ問題はカルトのせいで祭りが延期になってるってことだ、はあ、この俺が幸せの玉を出せなかったなんてお前を背負うわけにはいかない。絶対にやろう。だがまずはテスティフェスティの飾り付けを引っ張り出さないと。ケニーという若者が古い納屋に保管してくれてる。俺は準備を始める。お前は納屋から飾りを取ってきてくれ。自分の使いと何度もやれるのが私の誇り。こういう音楽ってまだ存在したのね。家の前の道を走ってたらカルト信者に止められたわ。あいつら警察のつもり？カルト信者とも見ろよ。このゲームは独自のレベルを作れるんだぜ。調子はどう？ちょっと失礼。カルトはトラックに人質を大勢乗せてどこかに運んでる。なんとかしてくれ。生きたまま皮を剥がれる。ここなら安全よ。そう。ホームカウンティーの生き残りと共に飢え死にだ。奴らは全て何もかも奪っていった。いや、ポップだ。俺は今からとても素晴らしいことをする。いや、愚かなことかもな。ジョン・シードを追い詰めた。だからもう腹をくくるしかない。俺から連絡がなかったら頼みたいことが3つある。カルトには加わるな。スプレッドイーグルを閉めるな。決して奴らにはウィドウメーカーを渡すな。愛してるよ。運が良ければまた会えるだろう。踊りたくなるな。ありがとな。子供の頃に運転を習って13歳で初めてエンジン。ペギーが盗みに来た時、俺の娘は戦ったんだ。神よ、娘がどうか無事でありますように。みんなここで死ぬしかないと思ってた。ありがとう。やってみろよ。最高のゲームだ。犬は人間の親友だというが、こいつはそれ以上の存在のようだな。おしまい。カルト信者とも。ラリー・パーカーのところには行ったか。行かれたやつだ。この間はフォースフィールドを作ってインベーダーを追い払うなんて言ってた。ありがとな。やっと故郷に戻った気分だ。そのうち食うからでも狩りに行くか。41.3 節。やめるとき、その病はあなたに癒される。ボールズエンドに戻れていい気分だ。やる気を見せているな。頼もしい限りだ。
知っての通り、ジョン・シードは多くの人たちを苦しめている。正直、私一人では手が足りない。ここの人々は私を必要としている。彼らを守るのは私の責務だ。その分、レジスタンスの状況を把握するのが難しくなった。時間ができたら、東にあるウッドソン養豚場の様子を見てくれ。ここ数日連絡が途絶えていて心配なんだ。戦えるものは一人たりとも失えない状況だからな。私たちが敵対者の不法を許すように、私たちの行う。向こうか。人もプレイできるんだぜ。